はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。龍お菓子工場へようこそ。本日なんですが、マドロチェデッキを作ってきたのでね、ご紹介していきたいなというふうに思っております。高い。エクストラが。めちゃくちゃ高かった。エクストラ。マドロチェってメインギミックも SR だし、UR がエクストラにめっちゃあるんで、めっちゃ高いんですよ。なんかすげえ大変だったの、作るの。で、回し方もね、まあ、対戦動画見ていただければわかると思うんですけども、やっぱね、めちゃくちゃ強いモンスターが、エクストラのこのエクシーズモンスターたちなんですよ。こいつらが全部強くて、で、まあ、特に強いのはこいつですね。この、クイーン・マドロチェ・ティアラミスっていうモンスター。こいつがね、まあ、ぶち壊れてまして、一旦一度、このカードのエクシーズ作用を一つ除いて、自分の墓地のマドロチェカード、を2枚まで対象として発動できる。マドロチェカードなんで魔法トラップでもモンスターでもいいんですけど、そのカードをデッキで戻して、戻した数まで相手のフィールドのカードを選んでデッキで戻す、選んでデッキパンスっていう、もうこの世の中で一番強い除去方法を持ってるんですよ。これ一番強いです。このモンスターの除去を、まあ、基本的に通していくっていうデッキになりますね。で、こいつ先行で使っていくカードじゃなくて、後攻で使っていくカードなんで、先行何するかっていうと、先行はね、このね、マドロチェプロムナードっていう、このカードをセットしていくっていう。これは、相手のフィールドの表側表示のカードの効果を、自分のフィールドから墓地のマドロチェを戻すと、無効にできるよっていう効果なんですよ。で、こいつの、まあ、効果を、まあ、制圧効果として使っていきながら、マドロチェモンスターを展開して、もう3ターン目のワンキルに、まあ、備えていくみたいな感じの動きになってます。でね、先行で展開していくデッキではあるんですけど、先行でそんなにたくさん妨害を敷けるテーマではないんですよ。まあ、基本的にモンスターの妨害が、まあ、なくて、こいつでバウンスするっていう効果あるけど、なんかその相手のターンで相手の効果を無効にするとかっていう効果はないので、プロムナードをセットすることくらいしかできないので、まあ、手札誘発で頑張っていくしかないかなっていう感じがしてて、まあ、無限抱擁とかね、それからまあ、ハルラとかエフェクトベーラーとかっていうカードを入れて、まあ、こういう手札誘発で相手のその展開を妨害していくっていう、動きになります。で、高校とか、あと3ターン目は、ティアラミスでバウンスしていくっていう感じですね。で、この、マドロチェプリンセス、ショコアラモードっていうモンスターが、まあ、すごい可愛いね、このお菓子モンスターがいるんですけど、このモンスターで、展開を補助していくっていう、まあ、そういう動きになってまして、で、こいつは、マドロチェプリンセスが、素材になってないと、なんか効果発動できないっていう効果があるんですよ。なので、このプリンセスを、エクシー素材にしていくっていう動きをしていかないといけない。まあ、そこで活躍するのが、このマドロチェプティンセスールっていうモンスターですね。プティンセスールは、手札デッキからマドロチェプティンセスール以外のマドロチェをレベル1個下げて特殊ができるよっていうことがあるんで、プティンセスール使ってマドロチェプティンセスを出して、で、プティンセスとプティンセスールで、何回プティンセスっていうのがちょっと頭おかしくなってきたけど、プティンセスショコラモードを出して、まあ、展開していくみたいな動きになりますね。まあ、動かし方はね、見ていただければ多分わかるかなと思うので、早速やっていきましょう。結構ね、難しかった、使ってて、デュエル。スタンバイ。さあ、最強展開を見せて差し上げよう。よし、ハンドは悪くねえ。ハンド悪くねえけど、プディンセスール、これ、通るかな。ちょっと、プリン食べない？一旦プリンをね、食べていただきたいんですよね。さあ、エンジェリーの効果を発動するぜ。エンジェリーの効果を発動し、デッキより押し通るだ。通る、いいぞ。まずはプリンセスールを特殊召喚していこう。そしてプリンセスールが特殊召喚に成功した場合の効果と、プリンセスールが特殊召喚に成功した場合、デッキ手札からマドルチェモンスターを特殊召喚できるが、特殊召喚したモンスターのレベルが1個下がるという効果を持っている。これによってマドルチェプリンセスを特殊召喚、そしてレベル4のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚マドルチェティッシュグラスフレ、そしてグラスフレの効果発動、オーバーレイユニットを1つ使い、マドロチェプディンセスールを墓地の送り、このターンこのモンスターはモンスターの効果を一切受けなくする。そしてこのモンスター1体でオーバーレイネットワークを再構築、エクシェンスチェンジマドロチェプディンセスショコアラモード。そしてショコアラモードの効果発動、マドロチェモンスター1体を対象にそのモンスターをデッキに戻し、マドロチェモンスターがデッキに戻った場合、マドロチェプリンセスショコアラモードの効果と、ショコアラモードの効果により、マドロチェプリンセスを素材にしている場合、デッキよりマドロチェモンスター体を特殊召喚することができる。これによって、マドロチェホットケーキを特殊召喚。そして、マドロチェホットケーキの効果と、ホットケーキは、墓地で存在するマドロチェモンスター体をゲームから落とし、デッキよりマドロチェモンスター体を特殊召喚することができる。現れろ、マドロチェメッセンジャーと、過去郵便局員。そして郵便局員は獣族のマドロチェが存在する場合に特殊召喚成功した場合、デッキよりマドロチェカードを1枚を手札に加えることができる。これによってマドロチェシャトーを手札に加えることで、
そしてマドルチェシャトーもそのまま発動。マドルチェシャトーは墓地で存在するマドルチェモンスターをデッキもし、そしてマドルチェプリンセスチョコアラモードの方がそう、このモンスターの他に対峙制限がついていないマドルチェプリンセスを墓地の国デッキよりマドルチェモンスター相手は特殊召喚、そしてマドルチェメッセンジャーと特殊召喚、こいつの効果も対峙制限がついていない。そしてマドルチェメッセンジャーとの効果、マドルチェカードを1枚を手札に加えていく、これによってマドルチェサロンも手札に加えていく、そしてマドルチェサロンもセット。マドルチェサロンはマドルチェモンスターの召喚権を1回増やすことができる。そしてこれによってめちゃくちゃマドルチェが並んだぜ。そしてマドルチェメッセンジャーの2体でオーバーリネットワークを構築、エクシェンス召喚、ティーチャーマドルチェグラスフレ、そしてマドルチェプリンセスショコアラモロとマドルチェメッセンジャーとでリンク召喚。お客様タルトはいかがですか、ま、フレッシュマドルチェシスタルト。そしてマドルティーチャーマドルチェグラスフレの効果と、ティーチャーマドルチェグラスフレの効果によりデッキにカードを戻させてもらうぜ。戻すのは一旦1枚は残しておきたいな。こうだな、ボチロもマドルチェモンスターをシャトーの効果で手札に戻すことができる。そしてこのシャトーの効果で手札にマドルチェカードが戻った場合、マドルチェサロンの効果はどう、マドルチェサロンの効果によってマドルチェカードを1枚をデッキからセットすることができる。これによってマドルチェプロムナードをセットさせてもらうぜ。まあ、今日はこんぐらいで勘弁しといてやろう、三四郎だ。まあ一応、理想展開は今のこのマドロチェ展開ですね。これが一番の理想展開といったところ。さあ、かかってこい。共闘、ウォータークロント。怪獣はめんどくせえ。頑張って出したマドロチェがなんかリリースされるからな。金満で謙虚なつぼ。まあ、これはうらら打つしかないかな。まあ、一旦ね、こういうね、なんかその最強のカードは、うららへともろってうちのばあちゃんが言ってました。はい。うちのばあちゃんが言ってた。あ、なんかあるな。あー、ダリー。あ、ダリー。墓穴でもここ使うまでもないか。墓穴向こうにするまでもないけどな。まあ、一回ね、ちょっと様子見ましょうか。怪獣はもうしょうがないので、リリースどうされるんで。効果を受けとかしたところで別にリリースはされるから。召喚条件だから。あ、どこなんね。これ共闘ウォーターフロントの効果無効にした方がいいよな、多分。もし無効にするんだったら。でガメラね、オッケー。はい、しタルトは食されていく。タルトがしっかりと食されていく。戻す必要はあんまないですねこれ。で共闘ウォーターフロントの効果、これはさすがに止めないといけないんじゃないか。マドルチェプロムナードの効果発動、フィールドの表側表示のカードの効果をマドルチェカードを手札に戻すことによって無効にすることができる。これによってマドルチェプロムナードの効果により共闘ウォーターフロントは無効、つまり怪獣サーチは絶対にさせない。まあ一応1枚はガメちゃんが確定してる。ガメちゃんは出てくるかもしれないですけど、ガメちゃんで突破できるモンスターは今いないですからね、実質。そしてティーチャーマドルチェグラスフレの効果発動、グラスフレの効果によって墓地に存在する、プロムナードだけでいいかこれ、まあ、一応墓穴も戻しとく、あんまり関係ない気がするな。もうセレーネとか出てきたらめんどくせえしな。あの魔法カードあんま関係ねえかでもこれ。そしてマドルチェサロンの効果、マドルチェサロンの効果によってマドルチェカードがデッキに戻った場合、マドルチェカードを1枚をデッキからセットすることができる。これで無限マドルチェプロムナードだぜ。これちなみにあの一応一旦一度の制限かかってるんで、ガメちゃん出てくるよね。一旦一度の制限かかってるんで、あれですね、あの次のターンにならないと使えないっていう、まあ、そういう話あります。ガメちゃんはガチでめんどい。あの、カウンターが乗ってるとマジでやばいこと起きるんですよ。ガメちゃんって、無限にね、効果を無効にしてくるっていうね、マジでやばいことが起きるんで、ちょそれだけはなんとか返しなきゃいけないですね。これマトルチェってなんか、あの使ってるとなんか手札めっちゃ増えるんで、なんか手札コスト系のカード入れてくるんですよね。なんか、バージェストマディロミスクスとかね、これはほっときがあるから別にできもしゃいいから。でだこんぐらいで終了だろうお前は。よし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 、オッケー。そしたらプリンセスール来たか、プリンセスール来た、プリンセスールが来たが、プリンセスールあんまり意味ないんだよな。一旦プロムナードで無効にしてから考えるか。プロムナードで
京都ウォーターフロント向こうにして、どっち同じか、京都ウォーターフロントの方があのカウンター乗らなくなるからいいよな。これでシスタルトを戻すことによってで、墓地にモンスターがいなくなるという謎の状況を起こし、これ一旦蘇生するしかねえか。蘇生してでマドルチェメッセンジェラートを特殊召喚する。あー増殖するチェか。なるほどなるほど、これ突っ張ってワンキル取りに行けっかな。これでもなんかワンキル取りに行けそうなんだよな。別に8000だろ、なんか8000だったらいけそうじゃねえか。マドルチェプリンセスール特殊召喚するわ。いやちょっとなんかいけそうな気がするわ、多分いける。でマドルチェプリンセスール特殊で、マドルチェプリンセスール特殊召喚効果発動、マドルチェプリンセスを特殊召喚で、これでレベル4のモンスター2体でオーバーレイして、ティアラミス出してバウンスして、で全員で殴ったらこれ打点足りてるんじゃね。さあお客様、ティアラミスはどうですか。ティアラミスの効果を発動しましょう。ティアラミスの効果でオーバーレイユニットを1つ使い、墓地で存在するマドロチェモンスターをで、マドロチェモンスターまたはマドロチェカードをデッキに戻すことによって、戻した数まで相手のフィールドのカードを選んでデッキに戻すことができる。強い、なんという強さ。俺は怪奇怪獣画面シールとその中ちょっと邪魔、謎の京都ウォーターフロントデッキに戻させてもらうぜ。そしてマドルチェサロンの効果を発動、マドルチェサロンの効果によってデッキよりまたプロムナードをとセットし直すことができるぜ。これで無限プロムナード地獄に入った。一応召喚すればいいのか。これはまだ召喚機余ってる、いけ。マドルチェメッセンジャーと召喚、やーべえ、やったかもしんねえ。これ今違ったよな。うわやった、これは。いや今消化、最後召喚しなかったらニビルキアできたかな。ちょ完全にこれやったか、これ今完全にやらかしたんじゃないか俺。最後の一体マジ余計だった。最後の一体余計だったかもしんねえな。ティーチャーマドルチェグラスフレの方が一応発動するか。ティーチャーマドルチェグラスフレの効果で、やべえ今の絶対余計だわ。調子乗った、めちゃめちゃ調子乗った。これは反省案件だな。特殊が多分今のところでチェーン光ったから、多分今のが4回目だったんかな、あ5回目だったんかな。完全にこれ調子乗りましたね。反省部屋行きですねこれ。こうするしかない。まだ召喚できるのかみたいなね、まだ召喚できるのかみたいな。これまさかさ、これでこっからワンキル取れるとかいう奇跡起きる。こっからワンキル取ったら俺さすがに神ゲーすぎない。ちょっと待って、何出したいんだ。エンジェリー出して、エンジェリー出して意味ないか。これ出すしかないか。こうして、いや無理か、いや無理か、これやべえ焦ってる。壮絶なプレミアをして焦ってる。いやこれ殴るしかないか。じゃあいやこれ殴るしかなさそうな気すんな。いやなんかこっからワンキル取れたらかっこいいんだけどね。ちょ無理だわ。じゃあレベル4が足りねえわ。レベル4足んねえから、まあこれぶん殴るだろ。2300と2000、いやードローめっちゃ刺しちゃったな。いやこれはプレミですね。仕方ないですね、これは圧倒的プレミ、プレイングミス。まあ、マドロチデッキの連動が足りてないと言ってもいいかもしれない。これはてかニビルケアができないのか、どっちかっていうとライトニングストーム。くっそ、どっちだ。魔法トラップか、魔法トラップだったらまあプロムナード打つしかないよね。プロムナード打って、ライトニングストーム無効にせざるを得ない。いやこれはね非常に厳しい、完全にまくられる可能性がある。まあ、てことは4枚だから、でもそんなにこの盤面1枚で処理されることないと思うんだけどな。でもう1回セットして直しますか。これでティーチャーマドルチェグラスフレンの効果で墓地に存在するプロムナードをデッキに戻してプロムナードをセットし直すっていう意味わかんないムーブねこれ。一生、あちなみに一応これ手札誘発をね回収するとかいうね効果も一応あるんですよね。あのウララとかゾウジーとかをもう一回使い直すっていう、これで結構チート行為ができるんですよこれ。手札に戻るカードを手札誘発にすると
手札誘発が手札に回収できるっていう動きが一応あの窓口にはあると。まあまあそれはリリースされるよね。でトークンがリリースされる、まあ、トークン打点高いからな。サンダーサキングも打点高いんだよな。くせーわー。バトルオッケー耐えた。危ない。あの2枚なんだ。回収系からじゃあ。まあとりあえずね、生きればライフが残ってればもう全く問題ないです。でマドルでシャトーの効果発動します。これでシャトーでホットケーキを無限回収と。ねこれができるからさ、手札コスト系のカードをめっちゃ入れたくなるんだよね。あのバージェストマンディノミスクスとかなんかそういう系のその手札を捨ててなんかカードを発動できるようなカードとは結構あのマドルで相性がいいなと思ってて、まあ、初動にあんないからねちょっとそこがあれだなと思うんだけど。でマドルチェプリンセスールめっちゃ来たー。マドルチェプリンセスールとしましょう。さあ特殊召喚もニビルはきついからやめてください。でマドルチェプリンセスール特殊召喚成功時効果手札からマドルチェプリンセスを特殊召喚。はい。でもういよいよとなったらもうさすがにこれティアラミスでもうバウンスした感じだろ。俺はレベル4のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築。エクシェンズ召喚現れろ。クイーンマドルチェティアラミス。そしてこれ先にあれだな、墓地にマドルチェ用意しないとバウンスするかもねえな。でティアラミス効果を受けなくしてなんかあるなんかあるけど、それはもうあのプロムナードがあるんで実質あの魔法トラップカードは無効と言っていい。でクイーンマドルチェティアラミス効果オーバーレイユニットを一つ使いデッキにマドルチェカードを戻し相手のカードを選んでバウンスする2枚まで。そして手札にシャトーの効果これは発動する。シャトーの効果で手札に戻してさらに手札のにシャトーの効果で戻して戻した数まで相手のカードを A で選んでデッキにバウンスする。これが史上最強の除去方法だ。そしてサロンの効果も発動する。サロンの効果でデッキからマドルチカードをセットし直すことができる。うわー手こずらせやがって。手こずらせたっていうかまあ俺のプリンクミスだったけどな。いけアルティメットマドルチェビームドーン、まあ、ラディアンとかいう怪獣クソまずそうですよね。さあマドルチェお菓子工場へようこそ。本日もねしっかりとお菓子を作っていきたいというふうに考えております。事故りました。完全に事故りました。すいませんでした。おいおいどうなってんだよこの店はよふざけんなよ。めちゃめちゃ事故ってんじゃん。ふざけんなこの店。全然お菓子の品揃えねえじゃねえかよ。おいどうなってんだ。品揃え悪いぞ。ゴードンは一応潰したけど、やった。オッケー、うらら1枚で止まってくれた。ありがてえ。ありがてえ。クソ事故ってる。クソほど事故ってる。ビビリグレー事故ってんのおい。どうしよう。ライトニングストーブ撃たれて終わりそう。ちょマジで、じゃ勘弁して。一回エンド。ちょっと頼め。マジで、ちょ本当に。ちょ一旦ちょっと落ち着かない？一旦落ち着いてちょっと話し合おう。話は分かるから。ナリキンゴブリンか。なんだろうな、これ戦闘機とかかな。ゴードンとナリキンゴブリン入ってるから。なんだろう、この戦闘機かな。とか相手もなんかすげえ事故ってんな。なんかめちゃめちゃ事故ってるぞ。なんか全然いらねえの来たな。マジでいらねえの来たな。これあれか、これメッセンジェラートビートとかいう意味わからんこと起きるか。これマジでメッセンジェラートビートしかできないんだけど、こんなことある。マジでやば。郵便局員でぶん、お菓子工場どこ行ったんだよ。郵便局員でひたすらぶん殴り続けるとかいう意味わからんデッキになったぞ。おいどうなってんだ。おいこの店詐欺か。お菓子出てくると聞いてましたけども全然お菓子出てこないけども、どうなってるんでしょうか。相手もまあ事故ってるからまだギリギリセーフでしょ。相手する手札6枚ありますよ。これ6枚やばすぎでしょ。パンクラトップス、わおわお、バトルフェイズ、オッケー。まあ一応無限紅葉もあプロムナードもあるんで、まあ理由にそんなにあの困りはしないと思うんですけども、まあ、とりあえずメッセンジャーだと戻るしかないですね。でマドルチェサロンの効果でシャトーハレはいいか。シャトーハロ、さあそろそろお菓子をねちょっと作っていきたいですね。じゃあ一番初動はいっぱい入ってるはずなんですが全く引けてないといったところ。さあ来い初動カードドロー。ああオッケーオッケーオッケー。まあ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 、まあ、初動カードではある。非常に強い初動カードではあるが、まあ一旦無限紅葉を打って相手の方向を無効にしていきたいんだが、なんかあるか。
はい、ああ、オッケー。で、奴隷を破壊する。まあ、一番困るのは、あ、でも、シャトーはそこそこ困るな。まあ、いいか。しょうがねえ。サンクラトプスはちょっとデッキ入ってるから、抹殺するわけでもいかねえ。いいだろう。まあ、ただ、マジョレーヌは召喚することはできるぜ。行け、マジョレーヌ。マジョレーヌを召喚して、召喚成功時効果はどう？これ、あれですね、増殖ストレッジとか投げられても一応ね、あの召喚なんで、あー、めんどくさいけど、それは抹殺。まあ、入れててよかった、抹殺の指名者。ふん。さあ、貴様の春、うららは抹殺させてもらう。行け、抹殺日記。これで一応マジョレーヌの効果通る。マジョレーヌの効果通って、マジョレーヌで、これはうららが墓地にいるから、エンジェリー持ってきて、で、エンジェリーを召喚していくしかないな。で、エンジェリー召喚、で、エンジェリー効果、リリースして、で、ホットケーキ焼いて、ほい、ホットケーキ効果、ホットケーキ効果で、これで郵便局員を、持ってきて、で、郵便局員で何出せんだ、これ。チケットか。チケット持ってきた。で、貼る。で、だな。これはまあ一回先生出すか。先生出して。はい。あー、ニビル持ってるね、多分。多分ニビル持ってるね。多分ニビル持ってるね。なるほど。ニビル持ってんのか。きついな。ニビル持ってるんだったら一回バトルして、あ、ニビル入るね。あ、オッケーオッケー。で、ニビル、これチェーン分かっちゃうのよくないですよね、マスターデルってね。で、これモンスターの効果を受けなくするとニビルでリリースできないんですよ。ティーチャーマドロッチグラスフレの効果によって、グラスフレさんはモンスター効果何も受けなくなってるんで、これ2秒でリリースできなくて、で、残ると。ティーチャーマドルチェグラスフレさん残りますと。オッケー。で、ギリ耐えた。で、トークン出てくる。邪魔だな、トークン。はい。で、これはね、一回ここで考えますか。これ先生の効果使わなあかんな。先生の効果使って墓地のカード戻そう。まずね、シャトーを戻さないとこれちょっと回収できないから、シャトーと、まあ、エンジェリーですかね。まあ、一回戻しましょう。でだ、戻された結果として、マドロチェチケットの効果を発動するぜ。これに遅延して、マドロチェサロンの効果も発動。サロンの効果でマドロチェカードセット、チケットの効果でマドロチェモンスター特殊召喚だ。そしてセットするのは、もちろん、マドロチェプロムナード。そして、マドロチェチケットの効果でマドロチェモンスター1体を特殊召喚することができる。転移速モンスターマドロチェがいる場合、このカードは手札に加えて特殊召喚することもできるという効果を持っているぜ。そして、マドロチェプリンセスールの効果を、プリンセスールの効果によって、レベル5である、マドロチェプリンセスを特殊召喚。さあ、プリン製造機。そして、もちろんメインフェーズは続けるぜ。レベル4のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚。プリンとプリンでエクシーズ。プリンが重なるとそうティラミスが出てくるんだぜ。そしてティラミスの効果とティロメースの効果によって、ティロメースの効果により、プリンセスールを墓地に送って、墓地のカードをデッキに戻し、そして戻した数だけ相手のカードをバウンスすることができる。ちなみにこの効果は選んでデッキに戻すため最強除去となっております。そしてティラミス1体でオーバーレントワークを再構築。お客様、ショコラはどうですか。お客様、デザートは追加でいかがですか。さあ、墓地に存在するマドロチェマジョレールをデッキに戻すことにより、マドロチェプリンセスショコアラモードの効果発動。ショコアラモードはマドロチェモンスターがデッキに戻った場合、なんとデッキからマドロチェモンスターを特殊召喚するとかいうぶっ壊れ効果を持っています。はい、最強ニビル投げて勝ったの思ってたのか。甘えてるんじゃない。まあ、お菓子は甘いんですけどね。まあ、マドロチェち
っとあれだね、墓地の枚数の管理結構難しいね。使ってる思うけど、ちょっとね、墓地枚数が意外と難しくて、なんかティアレミスの効果発動しようと思ったら、あ、墓地にカードねえっていうことたまにあるんだよね。それがなんかあれだけど、チキンレースの効果でカード1枚ドローしていく、なんかクソデッキの匂いすんの。おい、チキンレースの効果やべえ、クソデッキの匂いがプンプンするぜ。こいつはクソデッキ以下の匂いがプンプンするぜ。なんかアウロラドンとかいうモンスターなんかそろそろ禁止になる説あるけど、どうなんだろうね。マスターデュエルだとどうなんだろう。これ何を、マネキンキャット、なんかすごいことしてますねこの人ね。謎ソリティア始まってっけど、イミフソリティア来た。何がしたいんやこいつ。トリシューラ、はあ、はあ、ネフティスの祭り手、はいはいはい、ああ墓地から蘇ってくるですね、はい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 、なるほど。何？何？何？創世神ソピア。自分 ID フィード上のモンスター表示の儀式融合シンクロ歴史モンスターをそれぞれ一体ずつゲームから除外した場合、特殊ができる。このカードの特殊が無効化されない。このカードが特殊化に成功したとき、このカード以外のお互いの手札フィールド上、墓地のカードすべてゲームから除外する。何？なにバカな、デッキトップ勝負を仕掛けてこようというのか。バカを言ってるんじゃない。間に合わなかった。間に合わなかった。デッキトップ勝負負けんのちょ腹立つなこれ。